全国の清和学生の皆さん、こんにちは。青年学生局清和学生部長の伊藤康明です。今日は、工場に満ちた生活をしようという題目で説教を行っていきます。まず、最初に誠の父母様の御言葉を訓読します。誠の父母様と実際に離れて暮らしていたとしても、 実感できるような生活をしなければならないのです。私はひまわりの例を挙げました。ひまわりは天気が悪い日も晴れの日もいつも太陽の方を向いています。皆さんも同じです。誠の父母を知ったならば誠の父母の心情の中で生活しているのだなぁと言える経験。 体術をする生活をしなければなりません。誠の父母様は私たちに神様の師匠として天を愛する工場を持ちなさいと語られています。そして工場を持つ姿をひまわりに例えられます。ひまわりはどんな天気であっても 太陽の方向を向いています。ひまわりのような姿とは、私たちがどんな環境、どんな状況であっても、常にその心は神様、誠の父母様の方向を向いていて、その愛と関係を結んで生活をしている姿なのではないかと思います。 今日は清和学生の皆さんが誠の父母様の願う工場を持った子女になるために誠の父母様が語られるひまわりのような姿を目指すための工場に満ちた生活つまり工場生活について考えていきます何をするにあたっても 新しい企画や物を作るときはべてに工場という名称を使わなければなりません。このパルワン山から流れ出るパルワン水を工場水と名付けます。これまで人類は堕落以後天の前におやふくをしてきました。天一国時代において全人類がこの国の民が 工場水を飲むことで、県の父母様、誠の父母様を退出することのできる、そのような恩師、祝福の水です。小さなことでも、HJ を前につけるように言いました。ここも、HJ、マグノリア四ピホテルですね。工場です。誠の父母様は、なぜ、私たちが、 新しく取り組んでいくことに工上をつけなければなりませんと言われるのでしょうか私はこのように思いますそれは私たちが神の子として親なる神様のことを正しく知りその誠の愛をしっかりと受けて育ってその誠の愛のような 人間に育ってっててほしいいとと願おらられるからだと思います私たちが取り組むすべてが神様と誠の父母様の誠の愛を感じ関係をつくっていこうという心を持っていかなければいけないだから控除をつけなさいとおっしゃるのではないかと感じます そこで、清和学生の皆さんの生活も、ただ自分中心の生活ではなく、神様と誠の父母様と関係を結んでいく生活。このような心を持った生活を目指していかなければいけないんだなと思います。誠の父母様がおっしゃる、太陽とひまわりのような関係を作っていく。 そのような生活を、工場生活と名付けようと考えました。言い換えると、神様、誠の父母様を実感し、その心情、愛の中で生きる生活です。それでは、工場生活の3つのキーワードを紹介します。それは、工場を感じ、工場を 学び向上をお捧げする生活ですではまず向上を感じる生活とは何でしょうか昨年の向上祭でのムンヨナニムのメッセージから学んでみましょう私たちには天の父母様誠の父母様特に天の父母様がいるからこの向上という内容が 出てきたわけですね天の父母様が私たちを愛してくださるから私たち子女も天の父母様を愛しそういった中から「皇女」が生まれてくるのです「皇女を感じる生活」とは「神様真の父母様の愛を感じる生活」です。ああ私は愛されている。 神様、誠の豪語様、ありがとうございます。という関係から、私たちの工場が大きくなっていきます。ですから、私たちがその愛を感じて喜んでこそ、心の中に工場が生まれてくるんですね。ですから、工場を感じる出発点は、 愛されるということなんですね。向上を感じるためにこの世界を愛の心で感じていきましょう。この世界に広がっているものから神様の愛を感じていこうとする生活が大切です。そして喜び感謝していく生活が向上を感じる生活になると思います。 工場を学ぶ生活とは、誠の父母様から工場を学ぶ生活です。誠の父母様と私たちは離れて生活していますし、直接見言葉を聞く機会も滅多にないことです。だからといって、誠の父母様から学ぶことができないということはないでしょう。 誠の父母様は私たちに神様の愛を伝えるために多くの御言葉を語られました。私たちが誠の父母様の御言葉を手に取って、そして読むとき、それは空間を超えて誠の父母様が私たちに語りかけている時間なのです。聖和学生の皆さんが 工場を学ぶ御言葉集を用意しました。それは、この、愛天、愛人、愛国100のメッセージです。誠の父母様が天を愛し、人を愛し、国を愛された姿を学ぶことができます。この御言葉集は、愛天、愛人、愛国、 という三つの章から作られています。愛典は、信仰生活についてよく学ぶことができます。神様を求め、神様と一緒に生活する姿勢について理解することができるでしょう。愛人は、神様の愛とはどんな愛で、神様の愛を中心とした生活について、 より理解することができるでしょう。愛国は神様から与えられた心と頭と体、またお金や自然万物をどのように生活で愛していくかを学ぶことができます。御言葉集というと分厚くて文字が多い印象がありますが、この御言葉集は清和学生の皆さんが 読みやすいように工夫して作りました。ページをめくると、誠の父母様の一言のメッセージが目に飛び込んできます。しばらくそのメッセージが、私に何を語りかけているのか、見言葉を味わう時間を持ってください。その後に、その前後に語られた詳しい見言葉を読んで、その意味を 理解していきます毎日、誠の父母様から一つずつメッセージを受け取りながら、工場生活に役立ててもらえればと思います。皆さんは、この御言葉集をどのように読むでしょうか。100個メッセージがありますので、最初から一つずつ読むのもいいですし、目をつぶって神様、 私に必要な御言葉を与えてくださいと唱えて開いたところを読むのもいいでしょう。また朝に読んで与えられた御言葉を持って一日生活していくのもいいですし夜に読んで一日の生活を与えられた御言葉で振り返るのもとてもいいでしょう。皆さんそれぞれ 工場を学ぶ生活スタイルを、この御言葉を活用して作ってください。この愛天、愛人、愛国100のメッセージは、聖和学生の新しい御言葉の教科書となります。最後に、工場をお捧げする生活とは、神様の願いを目標とする生活です。 工場を感じながら、工場を学びながら、神様の願いを自分自身の目標にしていろんなことに取り組んでいくことが、工場をお捧げする生活となります。例えば、朝起きるとき、神の子はどのように起きるんだろうか、誠の父母様の生活から学んでみます。それは、朝起きたとき、 最初に神様おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。と、まず最初の心を神様にお捧げする生活です。また、食事、勉強、運動、いろんなことがありますが、その一つ一つを誠の父母様の生活から学び、自分の生活を 誠の父母様の生活へと一つ一つ変えていきましょう。物事をやるとき、自分を動機とすると気分が良かったり、自分が好きだとやりますが、逆に自分が嫌になるとやめてしまいます。しかし、神様の願いや喜びを目標とすると困難があったり、 たとえ苦しくても神様のためにという心でそれを乗り越えようとする力が湧いてきます。神の子は自分を基準とせずにために生きる心情で神様の願いや喜びに向かって生活するときに自分を超えて成長していくのです。このように工場を感じ 工場を学び、工場を捧げる生活、工場生活を通して立派な神の子として成長していきましょう。皆さんの生活が工場を感じ、学び、お捧げする生活を積み重ねていくとき、誠の父母様の願う、表情難となっていくでしょう。今日は工場に満ちた生活をしよう。 という題目で説教を行いましたありがとうございました